私の愛車ハーレーと共に久々のツーリング、東京脱出初めての遠出。実は高速に乗ったのも今日が初めてなの。すごい。都会の人混みまず苦手で、ネオンとかも苦手なんですよ。とにかく何もないこういうとこが好きなんで、自然が一番好きです。おーい、空へと続く道。みんなには内緒で教習所が良い。去年の秋に念願のハーレースポーツスターを買ってしまったのだ。あらゆるところにその知らない人とか空気とか景色とか生活とか、そういう知らないことがあるっていうのがまずすっごい、なんだろう、楽しみっていうか、それを見たり経験したりするのがすごく楽しくて。心地よい風や大きな入道雲だったり、旅のきっかけはいつもちょっとしたこと。ちょうどですね、今年で100周年を迎えたハーレーのふるさとミルウォーキーに世界各国からバイカーが集まり、大イベントが行われると聞き、吉田はいても立ってもいられなくなりました。それをこう当て込むとどういう、いや、なんかもう全然想像つかないんで、ただただ楽しみばかりで今は。今まで私が海外でなんか味わったり感じたり得たものとはかなり違うものがきっとあそこにはあるとかなんか思うんですよ。それかな。さあ、アメリカ縦断の第一歩。よいしょ。はい。Good morning. Good morning. Ah, Japan. Where are you going? I went to Milwaukee.To Milwaukee? Yeah. For the 100-year anniversary ride? Oh, that's going to be lots of fun. Who's going to go with you? You by yourself? You alone? Yes. Oh, you're very brave. This is where you're at, right here in New Orleans, to Interstate 55, which is right here. Okay. And that'll take you up through Jackson, Mississippi. いざ、胸元の日焼け防止と。この日のためにヘルメットも新調したのだ。ニューオーリンズからミルウォーキーまでは約2000キロ。6日間で到着の予定。空好きなんですよ。この空が最高ですね。っていうか雲の大きさがすごい大きい。雲へと続く滑走路。やっぱりみんな時間に追われて1分1秒じゃないですけど、追われて生活してるし、ペースがなんか私にとってはちょっと早いので、周りのペースがそれに合わせて、必死に合わせてる自分がリセットされるとすごく心地がいいっていうか。
がこんなに美しいものだなんて忘れかけてた。この番組はベストアメニティと御覧のスポンサーの提供でお送りします。初めてですね、こんだけ素晴らしい別世界みたいな、絶景、ここだけ、最高ですよね。まだまだ序の口ですけどね。そうなんですよね、これからなんですよね。でもすごい一回もなんか苦に思わず、すごい楽しいですね。The same old crowd was hanging out again tonight. He said, 吉田は今日も元気です。旅2日目の今日はメンフィスを目指します。超気持ちいい。ただいま国立公園の道を爆走中です。あえて回り道をして大正解。バイカーたちにも人気のこの道、はっきり言って最高です。